皆さん、こんにちは。有限会社エイブルの富永と申します。この時間は、ファイアモンキーファーストインプレッションと題しまして、ファイアモンキーの基本的な使用方法、チップス、使用感などをご紹介したいと思います。はじめにということで、こちらですね、ファイアモンキーの存在意義ということですね。読み上げの方に書かれていることですけれども、最小購買数の問題を回避する。すべてはここに、集約されているように思います。もう一つ重要なメリットといいますか、設計思想があるように思えますけれども、それについては最後の方で、私の感想のところで述べることにしたいと思います。こちらの方でですね、先に私のちょっと意見というか、最初にいろいろとご託を並べようと思ったんですけれども、お題にファーストインプレッションと入っていたりすることですし、できるだけ先入観の方をですね、持っていただきたくないので、あえてご託のところは、バッサリカットしました。で、もうすぐ、ファイアモンキーのアプリケーションの説明に行きたいと思います。最初にファイアモンキーのアプリケーションについてです。そうですね、コントロールに関する、個別の説明っていうのは後の方でやりますけれども、そこの方にですね、ちょっと繰り返し出てきます。前提条件として知っておかなければならないファイアモンキーの機能っていうのが、どうしてもやっぱり2、3ありますので、それについてちょっと先にですね、軽く触れておきたいと思います。で、まず、ファイアモンキー HD アプリケーション、HD アプリケーションと、3D アプリケーションっていうのが最初作れると思うんですけれども、で、何が違うのかって言いますと、まずファイアモンキーの HD アプリケーションの方は、ベースになるのが、T-Form です。ただしこれは VCL の T-Form ではなくて、FMX の T-Form になります。で、こちらの上に、通常の HD コントロール、まあ、2D のコントロールですね、ボタンですとか、エディットボックスですとか、そこら辺を、直接貼り付けることができます。そして、3D コントロールに関しては、一旦ビューポート 3D っていう、スクリーンみたいなやつをまず一旦貼って、その中に、3D コントロールを貼ることになります。で、その3D アプリケーションなんですけれども、 3D アプリケーションの方は、ベースになる、フォームの方が、T フォーム 3D になります。で、ここに直接貼れるのは、先ほどとはHD アプリケーションとは逆で、 3D コントロールしか直接貼ることができません。で、2D コントロール、HD コントロールを貼りたい場合には、逆にスクリーンとして、T レイヤー 3D っていうコントロールを一旦貼って、その上にボタンですとか、エディットボックスですとか、チェックボックスですとか、コンボボックスですとか、そこら辺を貼る必要があります。で、HD アプリケーションと、3D アプリケーションと、じゃあどちらの方を使ったらいいのかと、いうことですけども、それは正直な話、気分次第でどちらでも構わないと思います。メインで、3D を使う場合には T フォーム 3D ですから、ファイアモンキーの 3D アプリケーションの方で始めていただいて、で、メインでその普通のボタンですとか、エディットボックスを使って、稀にこのウィンドウの中で、3D を使うことがあるという言葉、という場合であれば、ファイアモンキーの HD アプリケーションですね、2D アプリケーションの方を、使って、というか作っていただけるとよろしいかと思います。で、サクサクいきますけれども、HD コントロールと、3D コントロールなんですけれども、ここに書いてあるのは、ツールパレットとか、コンポーネントのタブですね。あそこに書いてあるものなんですけれども、共通のもの、HD と 3D で、どちらでも使えるものですとか、あとサードパーティー製のコンポーネントを除いてあるんですが、簡単に言ってしまえば、頭に 3D とついているカテゴリーのコントロールは、T フォーム 3D、あるいはその T ビューポート 3D に直接貼ることができます。で、HD コントロールの方はですね、HD コントロールの方はではなくて、3D とつかないやつは、基本的には、T フォーム
あるいはあの、レイアウト 3D の方に貼って使うことになります。はい。ということで、FireMonkey でですね、1番というか、1番か2番ぐらい、重要な、ここテストに出ますっていうぐらいに重要な概念なんですけれども、親子関係っていうのがあります。で、FireMonkey っていうのは、のコントロールっていうのは何でも親子関係にできまして、例えば、VCL の方に、T ラベルドエディットっていうのがあるんですけれども、これはエディットボックスの横にラベルがついてて、エディットボックスを動かすとラベルが動くというようなコントロールなんですけども、これと同じものを、要するに、エディットボックスっていうか T エディットの下に、子供としてですね、ラベルを配置することによって、VCL の T ラベルドエディット、同等のものが作ることができます。あと、そうですね、FireMonkey の方には、画像が貼れるボタンが、全くないというか一切ないんですけれども、こういうものに関しても、T ボタンの子供として T イメージを配置すると、VCL の T ビットボタンなり、T、スピードボタン、同等のものが、作ることができます。で、親コントロールを移動するとですね、それに合わせて、コントロールの方も一緒に移動します。で、親コントロールには、クリップチルドレンっていうプロパティがあるんですが、このクリップチルドレンを true にすると、親コントロールの中に、配置された、コントロール、ちょっと、舌噛みそうになるんですけども、コントロールは、親コントロールをはみ出て外に出れなくなります。フォームの外に、コントロールが出せないのと似たような感じになります。それと、親子関係っていうのは、後ででも、変更することが可能になります。なので、構造ペインっていうのが、まあ、あるんですが、で、こちらの方は、常時、出しておくことをお勧めします。ドラッグ&ドロップで、ツリーも、まとめて、どっさり、何かのコントロールの子供にすることもできますし、例えば、間違って、コントロールにならなかったという時も、ドラッグ&ドロップで持っていけば、コントロールにすることができます。で、これはちょっと親子関係っていうのは後の方でかなり出てきますので、これだけはちょっと覚えておいていただけるとありがたいかなと思います。そして、ヒットテストプロパティっていうのがあるんですが、先ほどですね、T ボタンの上に T イメージを貼って、まあ、ボタン付きじゃない、画像付きのボタンを作ろうとしたわけなんですが、この場合ですね、T イメージをマウスで押してしまうと、T イメージの、マウス動画処理に走ってしまって、ボタンが押されたことにならないと。で、これを回避するために、ヒットテストプロパティっていうのが、ついています。で、ヒットテストプロパティをファルスに設定しておくと、マウス動画イベントが、透過的にこの裏の親コントロールに伝えられます。下に画像が出てると思いますが、このイメージですね。ヒットテストを、true にしてると、要するにイメージの方、前の画像の方で、マウス動画イベントが処理されると。で、ヒットテストがファルスの場合は、T イメージはもう透過してしまうと。マウス動画イベントが発生しないと。そして、ボタンの方に、マウス動画イベントが伝えられるということになっています。ですので、親子関係をやる、例えば組み合わせでですね、VCL に合ったようなコントロールを作る場合には、このヒットテストプロパティの、動きだけはちょっと確認しておいてください。では、次です。スケールですね。スケールに関しては、VCL だとですね、チェンジスケールっていう、メソッドがありまして、これを使ってですね、例えば、1.5 倍に、フォームをでかくするというようなことができまして、1.5 倍にすると、例えばそのフォームに貼られていたコントロールも全て 1.5 倍になって、うまくいくように思えるんですけれども、実はコントロールに、例えば入力コントロールなどに、何らかのフォント
というか、まあ、大体フォントは指定してあると思うんですけども、フォントが指定されている場合、その フォントの拡大率というかですね、それに依存してしまって、思ったようなスケール変更ができないことがあります。そうですね。例えば、ちょっと、デルファイではないんですけれども、例えばエクセルですね。エクセルで、一つのセルに、長い文字列が入っててですね。で、それで、セル内で折り返して表示するってやつにチェックを入れたとします。で、ここで昨今のエクセルには、右下に拡大縮小できるスライドバーがついてるんですけども、このスライダーを例えば 80% とかにしてしまうと、文字がですね、セル内に収まりきれないというか、そういった現象が起きますけれども、これと似たような現象が、VCL でも、まあ、起きていたと。ですが、FireMonkey のコントロールっていうのは、そもそも、独自描画されているので、スケールを変更してもですね、任意に変更しても、コントロールのサイズですとか、フォントのサイズが、破綻しません。これが、FireMonkey のそのスケール変更のメリットです。まあ、ちょっと昨今というか、つい最近、iPad の、新型モデルの発表がありましたけれども、あれっていうのは、結局縦横の解像度が、従来機種に比べて、2倍になってたと思うんですけども、あれは、ものすごく、シンプルで、単純に、縦かける横が、まあ、2倍になってるので、まあ、拡大縮小も楽なんですよね。要するに、元のプログラムが、対応してなくても、要するに拡大しても、あんまりギザギザしないとか、そういった、利点があるんですけれども、まあ、Windows の場合ですと、特に、ディスプレイのサイズっていうのは一定ではありませんので、こういったスケールの変更ができるっていうのはものすごくありがたいことだと思います。では、次に、回転ですね。回転に関しては、スケールとか回転とかはですね、僕がスレッド PC のプログラミングでものすごく苦労した部分ですね。で、FireMonkey があと1年早く出てくれればと、本気で思いました。例えばですね、ここにも書いてありますけれども、ハードウェア の画面の回転っていうのは、Windows の場合ですと、一瞬画面が真っ暗になって消えるんですよ。で、1、2秒間真っ暗になったままで、遅い機械だとですね、1、2秒、固まったというか、真っ暗になったままで、その後にまたパラパラパラっと画面が描画されるところが見えるっていう、ちょっと問題がありまして。で、FireMonkey だとですね、回転がコントロール単位でできますので、入力系のコントロールも自在にこう回転できるんです。で、今、右の方に画像が出てると思うんですが、こんな感じで、これリアルタイムで売ってるような、ところの、キャプチャーなんですけれども、斜め45度にしても、ちゃんと入力ができると。マウスで、選択することももちろんできます。で、この回転は、ローテーションアングルっていうプロパティで、時計回りに、回転します。で、そうですね。あと、今はこれが、回転軸が多分左上にあると思うんですが、で、これを、例えば中央で回転させたいっていう場合には、ローテーションセンターっていうプロパティで回転軸を変更することができます。で、このローテーションセンターの、指定する値っていうのは、比率で指定することになってまして、コントロールの、まあ、左上を、軸にして回転させる場合には、x イコール0、y イコール0を指定する。まあ、あとは、下に書いてあるように、中心で回転させる場合には、x も y も 0.5 を指定してやれば、中央で回転しますと。で、今回ですね、これ HD コントロールの場合って書いてありますけど、実はRAD Studio の、XE2 のアップデート4カラーはですね、3D コントロールにも、ローテーションセンタープロパティが追加されています。ので、3D コントロールであっても、このローテーションセンターを、設定して、そこを中心の軸として回転させることができます。で、次なんですが、アニメーションは、これ多分使ってみないとよくわからないと思うのですけれども、まあ、端的に言ってしまうと、例えば、ちょびっとだけ、
パネルとかがですね、右端とか左端とかにちょこっとだけ出てるようなインターフェースで、パネルをクリックすると、左とか右からとか、パネルがスルスルっと出てきて、なんか、メニューが出てくるみたいな、そういった、UI を作ることができます。で、これは、ライブバインディングですね。ライブバインディングは、データベースと、バインディングすることによって、DB グリッドみたいなものを作ったりできますと。で、DB グリッド以外は作れないのかと。要するにデータベース以外とはバインディングできないのかということなんですが、データベース以外でもですね、バインディングはできまして、例えば、そうですね、例えばスライダーを、いじったら、それの値が、エディットボックスに表示されると、リアルタイムに表示されるというようなことも一応できます。で、そのためにはですね、ここに書いてありますけれども、自動的には、やってくれない場合がありまして、要するに例えばスライダーが動いたら、その動いた時とか、まあ、ここではもうエディット位置チェンジって書いてありますけれども、この時にですね、このバインディングリスト、T バインディングリストに対して、変更しますよっていう、変更通知を投げてやらなければいけないということになっています。で、ちょっとまあ、めんどくさいといえばめんどくさいんですよね。まあ、オンチェンジイベントを書くんだったら、そこでもう書いてしまえばいいじゃないかという、場合も確かにないことはないんですけれども、まあ、ちょっとそれに関しては、ちょっと後で、また、述べることがあると思いますが、公平を期すために言っておきますと、WPF というかですね、.NET の、バインディングの方も、ノーティファイアがあります。ありますというか、ノーティファイアが必要なことがあります。で、こちらの FireMonkey の、ライブバインディングと、まあ、WPF もそうなんですけれども、ノーティファイアなしで、まあ、変更通知なしで、バインディングできるものもあります。ここの、バインディングリスト 1.notify っていうやつを書かなくてもですね、スライダーを動かしたらエディットに値が自動的に更新されるっていうことが、できます。できるものとできないものがあります。で、これに関してはちょっと長くなりますので、読み聞きなどで確認していただけるとよろしいかと思います。で、パスに関しては、GDI にもパスありましたけれども、GDI のパスを触ったことがある方には、このパスっていうのはあんまり、違和感はないと思われるんですけれども、要するにですね、ここに、書いてありますけれども、M スペース5カンマ20みたいなやつがありますけど、これMove to なんで、M のこの大文字っていうのは絶対値で Move to なんですね。で、小文字だと、相対値で Move to です。で、こうやって1,2,3,4,5と書いて、星型の図形を引いてるわけですね。で、最後に Z で描画終了すると。これをすると、右の方に書いてありますけども、T パスラベルですとか、T パスですとか、T パス 3D で、こういった、画像というか、図形を、描画することができます。で、これの、詳細に関しては、下の方にですね、URL が書いてありますけれども、パスマークアップ構文っていうのがありますので、こちらの方で、確認していただけるといいかと思います。ただし、これですね、move to と line to と描画終了は簡単なんですけども、あと円を描くですとか、円弧を描くですとか、曲線を描くっていうのは結構めんどくさくて、ベジエ曲線とか、あそこスプラインみたいなやつの、ものすごく複雑な、指定をしてなければいけないんで、簡単な図形以外だと、ものすごくめんどくさいです。で、じゃあそのめんどくさいのは、どうしたらいいのかということなんですけれども、これに関しては、
これ読み間違えるんですけども、インクスケープ、インクスペースって読んじゃうんですけども、インクスケープっていうソフトがありまして、これで一旦図形を書いていただいて、でそれでパスデータを作って、SVG 形式ですね、 SVG のプレーンっていう形式があるんですけども、プレーン以外の形式だとですね、圧縮されたりしてしまいますので、必ず SVG のプレーンの形式で保存していただくといいと思うんですけども、それで一旦保存していただいて、でこの SVG っていうのはちょっと見にくいかもしれないんですけども、中身 XML なんで、テキストエディターで開くことができます。でこちらの、テキストエディターで開いたものの、途中にですね、パスデータの部分がありますので、先ほどお見せした M なんたら L なんたら最後が絶対終わるみたいな、ああいうデータのところが、ありますので、そこの部分をですね、コピーしまして、で、RAD スタジオのパスデザイナーの方に貼り付けていただくと、そうすると、右側の画像の、これまた右側の方のプレビューで出てると思いますけども、こんな感じで、複雑なパスデータも表示させるっていうか、作ることができます。ここからは、HD コントロールについての話になりますね。HD コントロールっていうのは、正直な話、触ってみればなんとかなるものが多いです。で、ただ中にはですね、コンポーネントのクラス名が、VCL と同じものがあります。で、ここら辺は、VCL のアプリケーションからもその移植性っていうのを考えれば、そうなるというのは、しょうがないのかなっていう気はしますが、生地コンポーネントクラス名が同じなので、混乱をきたすものが中にはあります。で、最初はそんな要注意コンポーネントの、説明ですね。で、ここら辺はもうあるある系の話なんで、前提としてはその VCL のコントロールの使い方を、理解している必要が、ありますけれども、多分、このセッション聞いてらっしゃる、見てらっしゃる方は多分大丈夫だと思いますが、VCL のその知識が必要です。で、コンポボックスは、アイテムズのプロパティがパブリックなんで、オブジェクトインスペクターからは、設定できません。で、設定できないんですけれども、コンボボックスを右クリックすると、コンボボックスのですね、アイテムを作ることができます。で、それから、アイテム図みたいなやつを作ることは可能です。で、tmemo に関しても、同じくlines プロパティが、そのアップデート3以前だと、パブリックでオブジェクトインスペクターから設定できなかったんですけれども、アップデート4になって、lines プロパティがオブジェクトインスペクターに表示されるようになりました。で、こちらに関しては多分問題ないと思います。あと、T パネル、よく使うパネルなんですけども、パネルに関しては、キャプションプロパティがまずありませんので、センターですとか、中央にですね、文字が、表示されることはありませんと。で、この T パネルにですね、先ほど親子関係のところで説明しましたように、コントロールとして、この T ラベルなどを、貼り付ければ、VCL 版と同じようなことができるんですけれども、実際問題として、レイアウトのために、レイアウトのためだけに、T パネルを使うのであれば、ファイアモンキーの場合は、T レイアウトの方が多分使い勝手がいいと思います。で、要注意コンポーネント2なんですけども、ここのくくりは、何かと申しますと、要するに何が違うのかが分かりにくいと。非常に似たような機能を持ってまして、すべて画像を表示するコンポーネントなんですけども、非常に、どれがどれ、何をやるのかがよく分からないっていうコンポーネントですね。で、先ほどみたいに、例えば、ボタンのその画像として使うのであれば、T イメージを使った方が、楽だと。思います。楽だと思いますというか、これ以外の多分コントロールだと、背景が透過しなかったと思います。なので、ボタン、親子関係にして、その、
画像付きのボタンを作りたいということであれば、T イメージを貼っていただくと。あと、T イメージコントロールっていうのが、なぜかスタンダードのところにあるんですけれども、で、こちらの方は、まあ、T イメージとほとんど同等なんですけども、背景が透過しないと。で、なおかつ、なぜかフォーカスを持つということになっています。それと、T イメージビュアーですね。T イメージビュアーは、おそらくこれっていうのは、iOS とかで多分使えるものだと思うんですけれども、使えるというか、重宝するものだと思うんですけれども、自動的に拡大縮小しません。画像を読み込ませてもですね。ただし、まあ、やろうと思えば、このベストフィットっていうメソッドが用意されてますので、こちらの方を呼ぶと、画像サイズを、アスペクト比を保ったまま、この T イメージビアに合わせることができます。で、コントロールサイズよりも画像の方が大きい場合っていうのは、当然スクロールバーが出てきまして、で、このスクロールバーが出た状態ですと、マウスですとか、タッチ操作によるパニング、指でひょいひょいってする、操作が可能になります。で、マウスであれば、例えばマウスホイルで、拡大縮小も可能です。あと、T ペイントボックスに関しては、まあ、VCL の、ペイントボックスと、ほぼ同じ使い方はできると思います。はい、次、三つ目ですね。ここのくくりは、VCL だとですね、存在した機能っていうのが、すっぽりないやつですね。例えば、T ツールバーっていうのは、フォームの上部に貼り付くんですけども、貼り付くだけで、T パネルとほとんど同じです。右クリックしても、ボタンを作る機能はありません。なので、T スピードボタンなどですね、コントロールとして、自由にもう配置、して、VCL 版と同等の機能を実現してくださいっていうようなものです。まあ基本的にパネルです。で、ステータスバーも同様で、今度はフォームの下の方にですね、貼り付く、パネルです。で、パネルを作る機能は、ないです。ブロックで分けて、パネル数0、1、2みたいな、ああいう機能はないです。で、シンプルテキストプロパティもないんで、ここにテキストを表示する、デフォルトでは表示することもできません。で、これもですね、ラベルを、コントロールとして貼って、やれば、まあ、VCL と同等の機能を実現することができますと。それと、スピードボタンですけども、スピードボタンに関しては、グリフプロパティがないので、画像付きボタンにはできないと。単純に、ボタンにしかならないですね。で、まあ、T イメージを、まあ、コントロールとして、また配置してやれば、まあ、VCL 版と同等の機能にはなりますということになっています。ここは、幼稚コンポーネントの4なんですけども、T カラーボックスっていうのは、ですね、全くこの、VCL 版の T カラーボックスと全く用途が違いまして、VCL 版と同等なのは、T カラーコンボボックスの方です。カラーボックスではありません。カラーコンボボックスの方ですね。で、これ全く本当に貼ってみればわかりますけれども、全く違うコントロールですので、VCL と FireMonkey と話がごちゃになって出てくるときには、これどっちのことを言ってるのかっていうのははっきり区別した方がいいと思います。多分混乱のもとになると思いますので。それと、ストリンググリッドですけれども、ストリンググリッドに関しては、まあ、かなり作法が違うっていうか、まあ、とっかかりのところも作法が、かなり違います。VCL の方には、コールカウントっていうプロパティがあって、コールカウントを増やしてやれば、勝手にカラムが増えてましたけども、増えません。で、じゃあコールカウントないからと思って、似たようなやつで、カラムンカウントっていうプロパティがあるんですけれども、こちらの方はリードオンリーで、今カラムがどんだけあるのと、数、カラムの数がいくつあるのっていう
プロパティであって、これを用いてですね、カラムを増減させることはできませんということになります。